昔々、13名の神様がいます。神様はそれぞれの子を産みました。7名の子と6名の娘。なんか平和じゃないなぁ。と、創世神は物足りないように言った。ならば、全神一緒に最後の娘を産もう。冥運神は提案した。神たちが13名の力を合わせて、あの子を産みました。神々の力が集まった子は、最も強い、最も賢い、だったはず。神々が一緒に産んだあの子は、ポンコツです。そんなはずありませんわ。そうだ、きっと何か才能が秘めているんだ。そう言って、神々はこの子を人間界に放置しました。魔女とミララへの空説ルミア、ステージスタート。予告通り君の時間をいただきますよ。初ステージだ、イエーイ、ウェイ、イエー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 イ。皆さんの笑顔を盗んで幸せを分かち合うちっぽけな魔法が使えるルミアは、そんな怪盗魔法少女に目指して見習っているんだよ。なんでルミアは止まっているのか。それは神様からの試練だってさ。成長するために普通の生活は動けるよ。カメラの前には動けないように映ってる。神様曰く、修行を重ねて自分で動けるように。ルミアはもともと天界の子で、天界の健康を使っているんだけど、人間界には使えない。ルミアはアニメや漫画、ゲームとか好きだから、いつの間にか日本語を覚えたけれど、つまり日本語は独学で母語ではない。だから何か間違えたらごめんなさい。そしてよければ教えてください。もう少し自己紹介をするね。好きなのは青い系の色、いろんな空、猫、辛いクリームコロッケカレーも好き。他にもいろいろ。修行とはいえ、せっかく人間界に来たものの、夢を叶えたいじゃないか。いつか憧れの日本のステージに立ちたい。いろんな挑戦や創作もやりたい。いろんな人と出会いたい。みんなさんと一緒に新たな才能を発見したい。あ、BGM が変動は言わせないよ。ルミアが作曲演奏しているんだから。では、また君の時間をいただきに参りますよ。怪盗魔法少女見習いの空説ルミアです。